今までにこう誰かに訴えられた経験ございます？訴えられた経験。sue、 英語で sue と言いますよね。訴えるって言いますね。訴えるがあったかも分かりません。訴えられた経験、実は私訴えられたことがあるんですね。交通事故に遭いまして、私悪くなかったのですけども、ちょうどトロントのちょっと西の方にバーダーストリートってありますね。これユダヤ人街なんですね。ユダヤ人街の北の方をたまたま友達と一緒にこう車に乗ってです、私が運転してましてね、交差点、青だから交差点に入ったところが、左側の方からですね、猛スピードで車が突っ込んできたんですね。で、まあ、これが私の車だとして、こういうふうに走ってきまして、交差点に入った直後にこちらから日産の車がバーン突っ込んできて、私の車のこの後ろの方、お尻の方をバーンとみんなぶつけたんですね。そうすると、あの時ですね、トヨタのキャムリー運転してたんですけども、キャムリーがぐらーっと回っちゃったんですね。皆さん、トヨタの車、トヨタの車いいですけどもね、軽いですからね、ぶつけられたら飛びますよね。ぐるぐるぐるっと2回転して、あらあらあらと思ってましたら、このちょうどこの交差点の真ん中でピタッと止まったんですね。で、周りにいっぱいこう車がいた、車はもう車に当たらないで、他の車に当たらないんで、まあ、真ん中にピタッと止まってくれましたから、もうほっとしましたけども、まあ、それで弁護士を雇ってお願いをして、この交通事故の処理をしてもらうことにしたのですね。こちらが弁護士を雇うと、向こうも弁護士を雇いましてね。で、まあ、向こうもいろんなこと、弁護士がですね、こう手紙を私の方に送ってきまして、好きなこと書いてあったんですね。あなたの眼鏡が悪かったとかね、眼鏡が悪いし、目も悪い、そして耳も悪い、そしてタイヤはすり減ってた、車の調子悪かったとかね、ありとあらゆるこの理由をつけてですね、ひどい弁護士がこの世の中にいる、この世の中にいるものだと思いましたけども、でも弁護士が、私の保険会社を雇っていた弁護士のように、まあ、これは一つの、ね、こう事務的なやり方、事務的なことだからね、何も心配することは私に任せなさいって言うんですね。で、その内容の中にはね、警察が入ってきてくれたのですけども、で、警察もその時事情聴取して、私には問題はない、非はないということを証明してくれまして、私の隣にちゃんとあのエジプト人のドクターが座ってたのですね。で、彼がちゃんと私のそばにいた、彼も被害者だということを警察が証明してくれたのですね。ところが、この手紙が弁護士、相手の弁護士からやってきたときに、その友達はいないということになりましたね。まあ、好きなことを言い始めて、で、結局私、その家に来てくれた弁護士さんに言ったんですよ。警察嘘ついてるから、それ調査してくれですね。ちゃんと紙に手書きで私にはこの非がない、そしてちゃんと同僚が助手席に座ってたっていうことで、ちゃんと手紙の記録が残ってるはずだから、それも弁護士さん調べてくださいって言って、で、結局その後何も相手の方から訴えられることはなく、訴えが取り消されたんですね。まあ、その何も悪いことしてないのに訴えられるっていうのは、皆さん嫌なことでしょ。まあ、そういう経験を、まあ、カナダでしたのです。で、今日はですね、イエス様が訴えられた話、イエス様が訴えられた話ですね。聖書をお持ちの方は、マルコの福音書の第14章を開いてみてください。まあ、イエス様がこのサンヒドリンという最高議会で裁かれたお話を、まあ、これからしてみたいと思います。で、よく調べれば調べるほど、この聖書の言葉を調べるほどですね、皆様の頭の中にですね、なんていう裁判だった、なんていう裁判だったのかっていう、そういう思いが出てくるんじゃないかなと思います。
14章の53節から54節をお見せします。それからイエスを大祭司のところに連れて行くと、祭司長、長老、立法学者たちが皆集まってきた。ペテロは遠くからイエスについて行って大祭司の中庭まで入り込み、その下役どもに混じって座り、火に当たっていた。イエス様はゲセセマネの園でですね、この捕らえられて、それからすぐに大祭司の家に連れて行かれたのですね。裁判が大祭司の家で行われたということです。お家です。法廷じゃないんです。お家だったんですね。ですがこれは全くこの違法だったんですね。ユダヤの法律では隠れて人を裁くことは許されていなかった。今のアメリカの社会でもそうです。アメリカの法廷でもそうですね。悪い人を裁判官の家で裁くようなことは絶対しないでしょ。ちゃんと法廷で裁くのですね。で、このところを、この聖句を読んでみて、もう一つ皆様おかしいなと思う点あると思います。それは裁判が夜に行われたということですね。そうですね、ゲッセマネの園で捕らえられたのは夜でしたから、暗闇の中でしたから、そのままストレートにカッとこの大祭司のお家に連れて行かれたんですね。そのまま夜裁判が行われたということです。しかしこの当時のこのユダヤ人のですね、ユダヤの法律によりますと、これも違法だということですね。あの時はですね、水越しの食事の前の日だったんです。で、タルムードというこの昔のユダヤ人のですね、この書類によりますと、文章によりますと、夕方の生贄が捧げられる時から朝の生贄が捧げられる時までのこの夜の間は絶対に裁判を行ってはいけないということになってるんですよ。そしてもう一つは、安息日の前の日、あるいはこのユダヤのお祭りの前の日には絶対に裁きを行ってはいけない。でもこのサンヒドリンの、いわゆる大祭司カヤパはその法律を全部無視して、真夜中に、それも水越しの祭りの前日に、この裁判をやってしまったということですね。おそらく大祭司も他の議員たちもこの裁判を公にしたくはなかったのだと思います。さて、55節から56節読んでみましょう。さて、祭司長たちと全議会とはイエスを死刑にするためにイエスに不利な証拠を見つけようとしたが得られなかった。多くの者がイエスに対して偽証を立てたが、その証言が合わなかったからである。祭司長たちも全議会ももうこの裁判を招集する前からすでにイエス様を死刑にするということを決めていたのですね。もう最初から決めていたんです。でも裁判というのは本来事実を公平に調べるところですね。公平裁判所というのは事実を公平に調べるところです。でもこの頭の賢い人たちは最初からイエス様に不利になるような証言をかき集めていた。有利になるものは切り捨てていって、不利になるものだけをかき集めていた。でも全然うまくいかない、何の証拠も見つからないということです。そしてこの成果、もう一つ分かるところは、弁護人が立てられていないということですね。弁護士がいないということです。その代わりに証人が立てられました。でもその証人はイエス様に対して嘘の証言をして、食い違いが出たので、また別の証人が集められた。それでも彼らの証言がもう完全に支離滅裂だったんです。だから全然裁判にならなかったということです。
で、その後どうしたかと言いますと、57節から、ついにある人々が立ち上がり、イエスに対して偽証を立てていった。私たちはこの人が、私は手で作ったこの神殿を壊し、3日の後に手で作られた別の神殿を建てるのだというのを聞きました。しかし、このような証言も互いに合わなかった。さあ、イエス様は本当にこの神殿を壊すっていうふうに言われたのでしょうか。いや、言われてないんですね。まあ、ヨハネの2章の19節見ますね。この神殿を壊してみなさいっていうふうにイエス様は言われましたけども、私はこれを壊すとは言われなかったんですね。また3日の後にこの神殿を建てるとも言われませんでした。イエス様がおっしゃったのは、3日の後にこの神殿を、それを起こすって言ったんです。起こす。英語で言えば、I will raise it って言ったんです。raise って言ったんですね。rebuild って言わないで、raise って言った。だから結局、イエス様がおっしゃりたかったのは、ご自分の体の死と復活だったんですね。私は死んで3日の後に死から蘇っていく。そのことを、ね、自分ご自身の体をこの神殿というふうに言い表したのです。まあ結局、どの証言もみんなダメ、死に滅で、でたらめであるということが分かりましたので、ついに大祭司が立ち上がるんですね。60節から。そこで大祭司が立ち上がって、真ん中に進み、イエスに聞き出していった。何も答えないのか。これらの人々があなたに対して不利な証言を立てている。どうなのか。もう大祭司はイライラしたのでしょうね。ですから、自分で直接イエス様のところに、そばに行って、質問をして、そしてイエス様が罪を犯すかどうか、こう、探し始めたんですね。で、イエス様が言った言葉は、大祭司が、イエス様は黙っておられたので、大祭司が再び聞き出していった、あなたは本べきものの子、キリストであるかってです。本べきものの子っていうのは何ですか、これ。本べきものっていうのは神様ですね。つまり、あなたは神の子かって言ったんです。あなたはキリストかって言いました。あなたはキリストかっていう質問に対しては、はい、私はキリストだっていうの。キリストっていうのは救い主っていう意味もありますように、またそれも国を救うっていうことで国王を意味するのですね。いわゆるユダヤ人の王家っていうのですね。これは別に死に死罪には当たらなかったのですね。というのは、ユダヤ人たちはずっと長年、何百年とですね、ユダヤ人の王様を求めていたんです。ですから、イエス様は、私はそのキリストだ、メシアだ、王だということに対しては、全く死罪に当たらなかった。ところが、もしイエス様は自分が神の子だ、本べき方の子というふうに言うと、これは神を冒涜することになりますから、神様はお一人だけですからね、イエス様が私は神の子だって言うと、それでもう死刑になってしまうのですね。まあ、大祭司はこういう問いかけをしたのですけども、まあ、実はですね、マタイの福音書を見ますと、これは非常に説得力のある、説得力といいますか、こう巧妙な質問を大祭司はしているのですね。マタイではこういうふうに書いてあります。しかしイエスは黙っておられた。そこで大祭司は言った。あなたは神の子キリストなのかどうか、生ける神に誓って我々に答えようと言ったんですよ。神に誓って答えようっていうふうに大祭司が言ったんですよ。これどういうことかと言いますと、大祭司はイエス様を神様に対する誓いのもとにおいて無理やりに答えさせようとしたんですね。でもしこれに対して答えないならば、立法によれば有罪だったのですね。
神に誓って答えようと言われたらどうしても答えを出さなくちゃいけない。でも嘘は言えない。嘘を言ったら有罪になりますし、本当のことを言っても有罪になる。で、黙ってたらまた黙ったことで有罪になる。もう八方塞がりになってしまったんですね。そこでイエス様は沈黙を破ってこう言われたんですね。62節、イエスは言われた。私がそれである。あなた方は人の子が力ある者の右に座し、天の雲に乗ってくるのを見るであろう。で、私がそれであるっていうのは、これ実は大きな問題だったのですね。日本語ではわからないのですけども、英語を見ますとね、Jesus said, I am ですよ。I am って私 I am っていうのは私はあってあるものって、これはイエス様の名前なんですね。 I am っていうのは、まあ、過去においても I am、 現在も I am、 未来も I am ですから、もう普遍的な神のお名前。英語で、あのヘブライ語ではヤーベって言うんですよ。ヤーベっていう神様の名前をイエス様はここでおっしゃったんです。 I am って、これでもう死刑が確定してしまうのですね。でももう一つですね、ここでイエス様がおっしゃっているのは、人の子が来る。それも力ある者の右に座す。力ある者というのは父なる神様ですね。神様の右に座して人の子が雲に乗ってくるって言うんですね。で、人の子っていうのは、これまでイエス様はご自分のことを人の子、人の子と言われたんですね。この旧約聖書のダニエル書にも、この人の子のようなものが天の雲に乗ってくるっていうふうに書いてありますけども、これは高められた神様を表す言葉であり、またそれと同時に、その神様が人の姿をもとって来られたことに対してイエス様は、ね、私は人の子っていうふうにおっしゃってたのですね。言い換えればですね、これどういうことかって、私がもう一度天の雲に乗ってこの世に来るときに、あなたたちはそれを見るって言うんです。つまりあなたたち最高議会が神様の前に立たされるのだって言うんですよ。今はあなたたちは私を裁いているが、私がもう一度来るときには、父なる神の座前にあなたたちは立たされて、立場が完全に逆転するんです。裁く者が裁かれて、裁かれる者は裁くのだっていうふうにイエス様は実はおっしゃってたのですね。その時の大祭司の気持ち、皆さんちょっと想像してみてください。ね。大祭司はイエス様をまさにこれから死刑にさせるために裁こうとしてましたけども、イエス様が、いや、あなたは今度はあなたが裁かれる番だって言ったんですね。で、この大祭司がどういうことを次にしたかと言いますと、63節から、すると大祭司はその衣を引き裂いていった。どうしてこれ以上証人の必要があろう。あなた方はこの怪我仕事を聞いた。あなた方の意見はどうか。すると彼らは皆イエスを死に値するものと断定した。大祭司が服をパリッと破ったんですよ。皆さんこれどう思いますか。私がここでですね、怒り狂って背広をビリッと破けないですけどね、破くのとまた違うんですよね。大祭司が服を破るっていうのは、このレビ記のね、レビ記のこの何章だったか忘れましたけど、レビ記の10章に書いてあるんですけどもね、大祭司は絶対に衣を引き裂いちゃいけないって書いてあるんですよ。引き裂いたらどうなります。立法によればこれは死刑って、ね、死罪なんですよ。死に値するほどの重大な罪なんですね。どうして大祭司は自分の服を破いちゃいけないんですか。皆さん分かります。この衣は服
は神様を表すからなんですよ。神様を表す、神様を代表する人でしょ、大祭司というのは。人々のイスラエルの代わって罪の取りなしをするんですよ。その大祭司が、ね、その神様を象徴する服を破ってしまったら、もう取りなしはおしまいってなんですよ。ちょうどこのイエス様が十字架におかかりになった時に、あの神殿の幕が引き裂かれましたでしょ。あれと同じです。絶対に大祭司してはいけないことを彼はしてしまったんですね。だから彼こそがですね、死刑のはずなんですね。そしてもう一つ、この64節の終わりの方でね、皆イエスを死に値するものと断定したって書いてありますね。ユダヤ人の当時の法律によりますと、もし議会の全員が一人の被告人を有罪判決にしたら、その判決は無効になるんですって。キャンセルです、無効なんですよ。どうしてかというと、全員が被告人を有罪にするのは絶対にありえないっていう考えがあるからなんですよ。皆さんこのね、教会、これがこの一つの法廷だとしますでしょ。で、私が悪いことをしたとしますでしょ。私が悪いことをして、で、牧師の首を切るっていう判断をね、事務会でしたとしますでしょ。例えばここに100人いたとします。100人がいて、全員が私を首にすると思いますね、どんなに私が悪いことをしたとしても絶対におそらく一人ぐらいは反対するはずなんですよ。絶対一人ぐらい反対するっていうんです。だから牧師は絶対悪いことしちゃいけないんですけどね、教会分裂するから。だからこのユダヤ人の立法ではですね、このサンヒドリン、いわゆる最高議会で判決を下すときに全員が賛成したらそれが無効になるっていう、そういう規則があったんですね。でもその規則を破ってみんなイエスを死に値するものと断定したということです。まあ結局ですね、この最高議会は最初からイエス様を有罪することだけを考えていたんですね。まあ法律なんか関係なし、立法の関係なし、もう大祭司は服を破っても構わない、誰も文句言えない、大祭司こそが死刑でしたから。ですからイエス様の裁判、イエス様が受けた裁判というのはまさに、いや日本語で言う冤罪だったって言うんですよ。冤罪だったんですね。皆さんですね、この世の中には目的を果たすためならばどんな手段をも厭わない人たちがいますでしょう。一つの目的のためだったらどんな悪いことしてもいいっていうふうに考えている人たちがいますし、そういうふうに考える国はありますでしょう。平気で嘘を言ったり、平気で国の歴史を変えたり、もう平気で法律を変えてしまったり、もう良心の呵責のないそういう人たちがこの世の中には残念ながらいます。相手の立場に立って考えない、規則というものを考えない、自分の利益だけを考える、そして悪を正当化させていくのですよね。まあ個人的な話ですけど、私がある学校で勉強していたときに、ある学校ですよ、まあ学校の名前言いませんよ、国も言いませんよ。ある学校で勉強して、そして試験を受けてたんですよ。そしたら私の目の前の生徒がですね、お隣の生徒とですね、紙でなんか情報交換してたんですね。あ、カンニングだって言ったんですね。で、私はそういうカンニング大嫌いなんですね。皆さん嫌いでしょ。私も大嫌いなんですけども、でもその時に、
試験官はずっと下向いて本でも読んでたのですね、分かんなかったんです。で、私はその試験が終わった後でその生徒のところに行って、あんたねカンニングしたらダメだよって言ったんですよ。そしたらその生徒が何て言ったと思いますか。あなたはね私の気持ちがわからないって言うんですよ。なんていうことを言うのかと、私の気持ちわからないって言うの。私は英語はできない、だからこういうことをしないと点数取れないのだって言ったんですよ。あなたはこれから牧師になるんでしょって言うんですよ。あなたはこれから牧師になるのにこんなことしていいのって言ったんですね。でも彼の頭の中では卒業するためにはどんな手段でも取るって考えだったんですね。で、その終わった後で2日ぐらいしてからですかね、その彼の仲間が私のところに来てですね、おい、この前なんか俺の仲間に変なこと言ったなって感じですね。そしたら、何も言ってない、本当のこと言っただけって言ったんですよ。そしたら歴史問題を取り上げていってですね、まあそれはあといいんですけども、まあ、結局彼らは規則があっても、でも卒業するためであるならば規則破ってもいい、まあ、ちょうどそういう何ですか、今のはちょっと小さな些細なことですけども、イエス様が受けた裁判っていうのもそれをもっともっとこう拡大したものだったと思いますね。いわゆる悪の集大成がサンヒドリンという最高議会の場で行われてしまったということですね。でもイエス様はそのような不法な違法な裁判を受けたのですけども、非常に冷静だったんですね。皆さんどうしてだと思いますか。それがね、今日のお話のポイントになるんですよね。どうしてイエス様はそういう違法な裁判においても冷静であられたのか。それはこの地上に勝る天の法廷があるということをちゃんとご存知だったからですね。天の父なる神様がすべてのことをご存知であって、すべての人たちを公平に裁かれるということをちゃんと分かっておられた。だからどんなにサンヒドリンの場所でね、デタラメの裁判を行われてもイエス様は冷静であることができたのです。ダニエル書の7章にこういう言葉があります。私が見ていると、これ私のダニエルですね、諸々の御座が設けられて火の置いたるものが座しておられた。その衣は雪のように白く、頭の毛は混じりもののない羊の毛のようであった。その御座は火の炎であり、その車輪は燃える火であった。まあ、ここでですね、神様は火の置いたるものっていうふうに書いてあります。火の置いたるもの。英語では、なんだろうね、The Ancient of Days って書いてあります。神様は永遠に老いたる、永遠に年を取る、経験豊かな、信頼できる裁判官だということですね。皆さん何か問題を抱えたときに、若い人に相談しますか？大体問題を抱えて困ったときに相談するのは、年を取った人ですね。そうですね。私もまあカナダにいたときになんかもやもやもやするような問題があったので、もう 80歳以上の現役で働いている牧師さんに相談したんですよ。白髪の牧師さんに相談したんですね。若い牧師には絶対相談しないですね、困ったときは。神様はその火の置いてある方だって。何億年何億年という年を重ねて経験豊かな信頼できる裁判官だというのはこれですね。
で衣は雪のように限りなく真っ白って書いてあります。つまり神様の判断力は絶対的に純潔だったんですよ。純潔。髪の毛は羊の毛のように、これもまた真っ白。経験豊かな知恵に満ちている。で白髪の方っていうのは確かに知恵がありますよね。ここにも白髪の方いらっしゃいます。私もその本当に白髪になっていきますけども、年を重ねれば重ねるほど、ね、知的なものはまあ別として知恵ですよね。生きていくための知恵が身についていくんですよね。ですから年を重ねていくと人の顔を見ただけで人の心の中の世界が見えてくるっていうんですね。年を重ねていくとね、だから神様の判断には間違いがないってことです。そして数々の書物が開かれたって書いてありますでしょ。これじゃないか、次かな。そう、10節見ると、数々の書き物が開かれた、たくさんの記録が残ってるの。たくさんの記録、わずかじゃない、本当あまりにもたくさんの記録が残ってるんですよ。どれから調べたらいいか分かんないぐらいの、その多くのこの書類を、たくさんの諸々の御座が設けられていますが、たくさんの人たちがその座について、スローンに座について、そして判断をします。ですから天の法廷は絶対に誤りがないということなのですね。冤罪はない、理不尽な裁きは一切ない、すべてが公平ということです。キリストの贖いの技の真実も、私たちが悔い改める真実も、すべてが明らかにされるのですね。ですから私たちがイエス様を信じている限り、ね、イエス様の道を歩んでいる限り、誰も私たちをね、決して訴えることがないということです。それだけ天の法廷は完璧だということですね。そのことについてパウロは、あの有名なローマ人への手紙の8章でこういうふうに言ってるんですね。誰が神の選ばれた者たちを訴えるのか。神は彼らを義とされるのである。誰が私たちを罪に定めるのか。キリストイエスは死んでいない、よみがえって神の右に座し、また私たちのために取りなしてくださるのである。誰がキリストの愛から私たちを離れさせるのか。患難か苦悩か迫害か飢えか裸か危難か剣か。私は確信する、死も生も天使も支配者も現在のものも将来のものも力あるものも高いものも深いものもその他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにおける神の愛から私たち引き離すことはできないのである。天国の法廷は真実で公平です。そこはイエス・キリストにおける神の愛が反映されるところです。皆様はそのような法廷が今天において、天にあるということをお信じになるでしょうか。そして今、イエス様が大祭司として、私たちの弁護人となってですね、天の法廷で公平に裁きの働きをしておられることをお信じになるでしょうか。覚えていただきたいのは、天の法廷では、神の愛が必ず反映されるということですね。で私はあのカナダにいましたときに、まあ、今前も言いましたが14年もいますとですね、いろんな経験をするんですね。裁かれた経験もありますし、またあ私このあのまだカナダに来て 2,3 年ぐらい経った頃ですかね、裁判所に呼ばれたんですね。それは事故を起こしたんじゃなくて信号無視をしたからですね。で実は赤信号を無視して、交差点を入った時に、カメラでパチッと撮られてしまったんですよ。で半年ぐらいしてからもう忘れた頃にその写真が送られてきたんですね、裁判所から。で車のこのナンバー、そして車の写真、そして赤信号で突っ走ってるところ3枚で綺麗に撮られてしまったんですね。
まあ、全く逃げ道なかったのですけれども、なぜ私が赤信号を無視したかと言いますとね、あの頃まだトロントの道がもう分からなかったんです。で、お葬式を終えて、それからこれからお墓に行って、いわゆる埋葬の式、ベリアルサービスね、をしなくちゃいけなかったんです。あちらでは、カナダでは、みんな一斉にこう車でダーッと走るんです。そして車の前のボンネットの横にフューニャルホームのなんか看板みたいなのを差し込んで、でピコ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 をね、フラッシングさせて走るんですけども、ちょうど前の寝台車がこう、もう赤信号スレスレのところでバーッと突っ走ったんですよ。で、私この後ろについていかないと、あの頃まだ GPS がなかったんですが、この後ろについていかないと道を見失ってしまうと、私が行かないと埋葬式ができないと思いまして、突っ走ったら写真でバチッと撮られたらしいんですね。で、そのことを教会の人に相談したらアドバイスしてくれたんですよ。裁判所に行ったら絶対I'm not guilty って言うなって言うんですね。 I'm guilty って、で、私は罪を犯したっていうことをちゃんと言いなさいって言われました。で、裁判所にいよいよ行ったんです。また半年経ってから。そしたら広い裁判所でしてね、私がここに立って、裁判官がちょうど横さんぐらいのとこですね、そこに立ってたんですよ。座ってたんですね。で、裁判官がね、本当に小さく見えたんですよね。で、裁判官が私に対して、このなんていうんですか、罪状ですか、罪をどんなことしたかということをその方が読んで、で、私に何か言いたいことあるかと言われましたので、で、私は Yes, I'm guilty と言いましてね、それでその後でどうして赤信号を無視したかっていう説明を始めたんです。そしたら裁判官が OK と You are dismissed と言われたんですね。で、その時に You are dismissed という言葉の意味が分からなかったんですね。まだカナダに来て間もなかったですから、うーんと思ってポカーンとして立ってましたら、こういうふうに手招きしてくれましたから、ああもう帰っていいんかと思いましてね、それでもうほっとしたんですね。ああもう何も罰金も払わずに、許してくれました。私たちはですね、神様の前に立たされた時にね、実は本当に有罪なんですよね。We are guilty って言ってもおかしくないです。ですから私たちは本当、行いでは悪いことしてないかもわからないのですけども、心の世界の中でやはり悪いことを考えてしまったりすることがあるんです。ですから私たちは罪人だ、もうこれは絶対に避けられないのですね。でも大事なことは、イエス様がこんな私たちのために代わりに罪を背負ってくださったのでしょう。ですからこの方を信じている限り、私たちは無罪なんですよね。無罪なのです。キリストが代わりに罪の罰を受けてくださったからです。天の法廷はそんな素晴らしいところなのですね。イエス様が代わりに私たちの罪の罰を受けてくださった、その神様、イエス様のその恵みというものを明らかにするところなのです。そして私たちの悔い改めが真実であること、私たちの信仰が誠のピュアなもの、純粋なものであるということを明らかにするところなのですね。皆様はぜひそのような素晴らしい裁きが今私たちの救いのために行われているということを信じていただきたいと思います。イエス様はそれを信じて非常に心が
冷静であったのですね。で、今朝最後ですけども、今朝私はエレン・ホワイトからのですね、ディボーショナルのメッセージを読んでたんです。毎日来るメッセージ、本当に短いワンセンテンスですけどもね、こう書いてあったんです。 Through all our trials we have a never failing helper って書いてます。これはDeserve Ages、 各自の希望に書いてあることです、言葉ですけども、私たちのあらゆる試練を通して私たちには絶対に失敗を犯さない助け主がおられると。Never failing helper、 それあるいは絶対に挫折しない助け主が私たちには私たちのそばにおられるのだって、そのお方はイエス・キリスト、そのキリストが大祭司として私たちの弁護人として私たちの傍らに立って弁護してくださるのです。それが天の法廷です。ですから皆様、ぜひご自分の罪ばかりを見つめていくのではなく、人の罪を見つめていくのではなくて、イエス様のお恵みをしっかりと目に留めていただきたいと思います。イエス様が私たちにしてくださったこと、そのことを本当に私たちが信じて確信していったときに、もっともっとイエス様の方に目を向けていくでしょうし、人のことには目を向けていかない、人の罪に対して目を向けることがないと思います。それでは皆様、ご一緒にお祈りいたしましょう。どうぞ皆様ご起立ください。立ってご一緒に神様にお祈りいたしましょう。天におられます尊き御神様、マルコの福音書の中から、私たちはイエス様が最高議会で裁かれたことについてもう一度振り返ることができ、そしてイエス様のお恵みがいかに素晴らしいものであるかをもう一度学ばせていただきました。神様は感謝いたします。私たちの永遠の救いのためにイエス様が尊い犠牲を払われると同時に、今天の聖所において罪の取りなしをしてくださり、私たちの悔い改め、私たちの信仰もすべて真実なものであることを公に明かししてくださることを感謝いたします。イエス様のお恵みをいつも心に覚えていることができますように、いつも感謝で満たされますように、常に心を天に向けさせてください。どうぞ私たちを神様祝福ください。家族も祝福ください。私たちの周りにいる友人知人の方たちをも神様祝福ください。多くの方たちが主の恵みに預かることができ、救いの喜びに預かることができますようにお願いいたします。この教会も神様がこれからもあなた様の光を放つ素晴らしい輝く教会として成長できますように祝福ください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。